シリウス。どこにいるんだっけ？シリウス。あ、目の前にいた。あ、家具商人シリウスさん。ベッドを買うときにちょっとお世話になりましたね。女性たちは家具のために家を選ぶこともあるらしいね。へえ。ジルダが起こしたのか？なら話が早い。私が手伝ってあげよう。家具は目でなく心で買うものだから。そうなの？依頼。木材の基本丸太。木材ということは知っているように人の手による資材だよ。家具になったり何になったりしても全て木材加工品は手で触れなければならないからね。これが何の意味かわかるかい？慎重に扱わなければならないってことだ。さあ直接伐採してみるといい。私が与えた伐採物なら十分だろう。直接君が丸太を伐採して私に見せてくれ。住居地を持ったら家具を配置できるわ。なるほどね。丸太を渡せばいいんだ、取ったら。さて、丸太を切るということはですよ、斧を使いますね。屠殺用ナイフから、改良された伐採斧、に変えますと。これで、木のところに行けば、木を伐採できますと。これ確かね、どんな木でも OK だったはずです。はずだす。ね、トネリッコ。はい。はい、丸太ゲットですね。これを R ボタンでゲットすると。これをシリウスに見せたらいいんだね。はい。立派な家具は効果もいいわ。あれ？お釜もしかして。立派な家具は効果もいいわ。言ったらしいもん。丸太を渡す。見てみようかさ。よーし、悪くない。高価な宝石を買うよりも家を飾る方が効率的だと思わない？あれ、お釜だな。木材は慎重に扱わなければ、このことは常に覚えておくれよ。私は戦いが大嫌いだ。そう、平和が一番いい。お釜だな。農場で学ぶ生産活動。私は君が気に入ったのよ。だからもっと多くのものを教えてあげたいの。だがまだ私から学ぶには経験が足らないわ。もうちょっと経験を積んでくるといいと思う。豊かな村の周辺の農場に行くのはどう？農場の皆も人がいいからちょうどいいと思うわ。まずはロッチア農場に行ってみて。その農場の娘はとても綺麗だっていう噂よ。メディアより住みやすい場所はないと思う。私はここが好き。これね、多分声優さんに当てがわれたセリフと、あの字幕として出てくるセリフは別なんだね、きっと。だからこういうあの誤差が出てきちゃう。さて、ロッジア農場に行ってカメリアさんに話すよと。ロッジア農場発見はもうしてるね。ロッジア農場にも何度か行ってるからね。はい、こっちに向かっていけばいいと。いや、ワクワクしますね。このゲームのね、生活関係のちょっとね、難しいんですよ。あのパッと見というか、何も知識のない状態で入ってくるのでは難しいなと思ってて、ただいろんなことをこう調べていけば、こうどんどん解き明かされていくと。そうすると、その複雑であってもいろんなことができるっていう、この仕組みにね、どっぷり浸かり込んじゃう気がする。いや、やれることが多いってね、面白いですよ、やっぱり。説明しづれえな。ロッジア農場、この辺りじゃなかった？あれだ。ロッジア農場に行くにはもうちょっと近道あったな。
ボンゴーレ。あ、この緑枠のこのアイコン、うん、これこれこれがね、まあ、正なんだ、加工だったり収集だったりの依頼、うん、が受けれますよと、セペロさんからね。まずはでもカメリアさんからお話を聞きましょう。一輪の花はいかがですか。一輪の花、生産の経験を積みたくていらっしゃったの。良い種がたくさんあります、うん、必要なものはございますか。父はアドリアナの、家紋をもう一度再建すると言ってるけど、弟はただの坊やなのに。どうでしょう。わからない。どういうことか。孤独なエマのための手紙。これはまた今度にしよう。これは別だから、ね、多分ストーリーの方のやつだ。まずは狐の肉から。農場ではトウモロコシとジャガイモを、栽培しています。かなり大きいので、いつも人手が足りないんです。お望みなら農場の仕事をあげるから、代わりにまず仕事を手伝ってもらえないかしら。今、労働者に与える料理が不足しているの。どうしてもそっちを優先しないと。私が料理を作れるように、狐の肉を持ってきてください。南西の狼とインプは、なるほどね。本当に怖いです。普通にだから、クエストだな。いや、そっ。キツネさん。トウモロコシだね、ちゃんと。キツネいないですか。イタチとキツネの群れがあるんですよ。これ、こっから、こっちに行ったら、キツネこの辺りにいるよみたいな。あー、いた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 。あ、これイタチ、あ、これキツネだ。すまん。こんな強い技でキツネを屠殺しなくてもいいじゃないかと。あ、そうか、屠殺用ナイフね。はい、はい、キツネちゃんからお肉いただきましたね。なんかもらえたよ今。ああいう副産物がありますよっていうのを書いてあったね、どっかでね。それを使うのであればね、確保しといてね。今必要ないと思ったらもう売っちゃった方がいいよと。キツネちゃん。これキツネちゃんじゃねえな。ニワトリさんです。あれ、キツネちゃんどこ行った。一番最初のやつ、あ、いた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 。消えちゃった。どれくらいも取ったらいいんだろう。その都度買っていかないとなくなっちゃうね。うん、いいよ。はい、すまんな。あ、鶏を食べてるんだ、キツネが。なるほど。そういう食物連鎖がここにありました。よし。もうちょいぐらい集めとくか。そう。鶏をキツネが。キツネを人が。それが、ベリア村の食物連鎖。人を、もう言わないこれ、その先は。渡せばいいんだよね、うん、渡すカウントのこと言ってんだよね。2つって言ったんだよね、うん、朝が来たね。よし、カメリアさん持ってきましたよ。一輪の花はいかがですか。あなたのことですか。あら、ありがとう。すぐ料理してみますね。良い種がたくさんあります。必要なものはございますか。ありがとう。いい料理の材料になりそう。あなたには特別にこのスープを差し上げます。これだね。
穀物スープ、最終速度が1段階上がります。30分いいね。これを食べよう。南西の狼とインプは本当に怖いです。素手で農作物採集、うん、それじゃあこれからは農場の仕事をしてください。前に言ったようにここにはジャガイモが、ここはジャガイモが有名なんです。ジャガイモの収穫量は豊富だから遠慮なく思いっきり持って行ってもいいですよ。採集をするためには道具が必要です。うん、ベリア村のジルダに会ってみてください。あったよ。で素手でやるからこれいらない今、うん、でこんなことやここでね、こういうのどんどん続けていけば道具なんかプレゼントされてくね、どんどんね。これだから使ってたやつ、うん、使わなくなるかもしれない、もしかして。で一応セペロさんから話聞いとく。ちょっと待って、一回ジャガイモやっちゃおう先に。これだね、じゃがいも取る。シュレイさん取れなかったって見た取れなかったわ。ジンジャラさん取れませんでした、すみません。いいんですよ。あれどこ、じゃがいも何かないかな。これこういう緑色のやつかな。じゃあこれ寄生鉢だ。じゃがいも、なんか印ねえかな。あーできた、じゃがいも取れた。これだけでいいの、これだけでいいのって。試しに取ってみてって言われてるからね。あ、取れました、じゃがいも取れました。カメリアさん、じゃがいも取れましたよ。さあじゃがいもを渡し、おいしい料理には良い効果があるらしいです。みずみずしいやつを選んできたのね。お礼にもう一つどうぞ。ありがとう。一輪の花はいかがですか。農作物を活用する方法、シャープ1。じゃがいもはだいたいベリア村に送りますが、他の地域にも運んでいます。これが貿易だね、きっとね。どこに運ばれてもいいんだけれどね、じゃがいもはだいたい料理に使われるの。じゃがいも料理は丸ごと蒸して食べる場合もあるけど、1、2度加工する場合もあるんです。なんだこれは。薄を利用して粉にする、でんぷんとしてるのかな、うん、水と混ぜて生地にするかで、水と混ぜて、生地にするかできるわ、うん、ちょっとおかしいね、うん、ニョッキーのことかな、うん、じゃがいも取ってきてくれたから試しにやってみますか。まずは粉にしてみてください。良い種がたくさんあります。必要なものはございますか。必要なものはいただいております、ありがとうございます。さてここでやるのは多分粉砕、これだね。粉砕じゃがいも、スタート。粉を加工する、粉を作っている修練さん。加工がうまくいかない、あれだな、こういうことさせてるとキャラクターが汗かいてくんだねほらちょっとテカテカしてきたでしょ、修練さんのバーディーが。あーすごい、ずっと見てられる。もういい子一個でよかったな。あんまりね使いすぎちゃうと今度別で使うジャガイモがなくなっちゃうみたいなことになるからね。南西の狼とインプは本当に怖いです。ジャガイモの粉を加工しました。嘘を使えますよね。匂いを嗅ぐと確かにジャガイモの粉ですね。採集をするためには道具が必要です、うん、大変だった。ベリア村のジルダに会ってみてください。ごめんね、うん、大変だった。生地はもっと簡単だと思います。美味しい料理には良い効果があるらしいです。農作物を活用する方法、今度は生地を作ると、うん、使いすぎちゃったかな。ジャガイモ粉を使うのか、いいのか。じゃあ生地を作ってみてください。じゃがいもの粉に料理用のミネラルウォーターを混ぜて生地を作ればいいですから。料理用のミネラルウォーターはたくさんお渡ししましたけど、もし足りなくなったら旅館でも買えますよ。一輪の花はいかがですか。作ってみましょうか。これをどうするんだろう。臼を使うの、また
まあちょっとやってみますか。ミネラルウォーターが入らなければっていうのあるからね。加工かな、やっぱり。混合か。ちょっと待って、見せて。加熱は違うもんね。簡易料理ちょっと書いてない？これを見たらいいか。カミライロッジアは今度は混合を使った。いいんだね、うん、なるほど。わからなくなったら今みたいにあのクエストを見たらいい。これで混ぜ込むと、まあ大体、まあなんとなくインスピレーションというか、うん、感覚でわかるもんですね、うん、混ぜるんだから混合だろうと、うん、じゃがいもの粉、ミネラルウォーター、そんな混ぜ方すんの？そんな混ぜ方って生地できんの？シュレさん。できんだ。あれだね、あの、バーテンダーみたいなことできんのかな、もしかしたらこれ。これを、良い種がたくさんお渡しすると。必要なものはございますか？この後水の配合がいいと思います。かなりの腕前ですね。男性のバーテンダーやってたのか。本当に怖いです。これくらいなら料理にうまく使えそう。綺麗に焼きますね。採集をするためにはゴブリンから学ぶ。ベリア村のギルダに。あ、加工レベル初心者レベル5に達成しました。あ、金貨1もらえた。うちの農場には労働者を管理するボンゴーレという名前のゴブリンがいます。昔からうちの農場で働いてきたので、なんだか情が映っちゃって可愛く見えたりするんですよね。父によるとボンゴーレは鉱山にいたこともあるらしいです。彼に会って、最高かな、うん、を教えてもらったらどうですか。おいしい料理には良い効果があるらしいです。なるほど、次の段階だ。ボンゴーレに聞く前にセペロさんとちょっとお話しようか。ここはロッジア農場だ。あ、いろいろあるな。岩石採集、全部同じ石ではない。木材採集、昆虫を抱いた宝石、薬草採集、ピンク色の虫、動物採集、眩しい足の裏、血液採取、最高級錬金材料。これはちょっとまだ早いな、うん、全部とりあえずチュートリアル的なものが終わってから始めた方がいいかもしれない。